ドバイスのコーナーです。チェルニー100番の第5番です。最初にアレグレットと書いています。アレグレットはアレグロよりも少しまろやかな快活さ、陽気さ、元気さで演奏します。曲の作りは8小節ずつ、 A'B'A' でできています。 A' が2回出てきますが、1回目は A を踏まえて少し勢いのついたアンフタクトのドレがついてきます。2回目はだんだんと気持ちが高揚してきて、最初はミーミーだったのがミミミになります。音が増えただけではなくて、気持ちも高揚して弾くと素敵に仕上がると思いますよ。それから左手レガートって書いているので、とても滑らかに演奏しますが、少し形が違いますね。ドミソドミソ、シレソドミソ、シファソシファソ、ドミソドミソ、響きが少し広がったり、少し味わいのある響きになったり、ドミソからドファラ、柔らかく温かく広がって戻ったり、深い響きになって納得いくような気持ちと一緒にドミソに戻ってきたり、和音にはいろんなパワーが詰まっているので、そんなものを受け取りながら演奏するとより楽しいかなと思います。それではまた。